おはようございます。今日から防疫感染が始まりますが、首都圏以外でも感染者が多い中、政府としてどういうふうに考えるのでしょうか。とにかく3密を避けるなど、感染予防を徹底していただく国民の皆様のご協力をいただきながら、慎重に経済活動を再開をしていく、その方針に変わりはありません。同時にですね、感染予防を徹底していく、また重症化を防いでいく、そのために高齢者施設での検査を徹底的に行っていくなどですね、専門家の皆様のご意見をいただきながら判断していきたいと思っています。ありがとうございます。今ご説明もさせていただいているところでございますが、西村担当大臣からもですね、また官房長官からもほぼ毎日ご説明をさせていただいていると思います。専門的な見地からのいろんなお話もいただきながら、丁寧に説明もさせていただきたいと思っております。